地元長崎足立重光選手です。富山から調子どうですか？そうですね、まあ、相変わらずという感じですね。でもちゃんと、最終は決めてますね。そうですね、はい。あと、小松島久留米はちゃんと初日も一着来て、はい。で明日は明日は、同県の松本君の番手で頑張ります。松本選手したらメーカー品ですけど、この落車あったのが残念でしたね、ちょっとね、こうね、うん、やっぱりね、もう長崎としてもね、大概期待してますからね、松本選手ね。そうですね、はい、まあ、練習でもよく一緒にもがいてるんでね、はいはい、やっぱ物がね、いいもの持ってますからね、はいはい、どうです、やっぱこう、やっぱちょっとこう松本選手光るところがあるでしょ、やっぱりかなり。そうですね、スピードもあるし、はいはい、まあ、度胸もいいですね、はい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 。でも連携はもう初、いえ、青森で走りましたね。あ、はいはいはい、あ、青森で走ってるんですね。これ初日にですか？決勝。あ、決勝で、はい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 、あ、そうか、ね、松本選手だと本当落車さえなかったら本当はまだね、上にこういい成績してるんですけどね。あ、そうですね、まあ、それはなんか足立がこうアドバイスとかしてる、ちょっと。いや、特にしてないですね、はい、自分でどんどんやってますんで、はい、あ、はいはいはい、まあ、今20歳ですからね、はい、今から選手 で、足立時代はもうそのセッティングとかもう特に変わってないですね、はい、はい、で昔の足立だったらオーバー枠のイメージあるんですけど、練習の方はどうですか？いや、そんなもう普通ですね、はい。もうね、100周200周乗ってるイメージがあるんですけど、もうそこまでは乗ってないですか？そうですね、はい。わかりました。じゃあファンに一言お願いします。はい、明日は、松本君と、まあ、構造さんと3人で頑張りますんで応援してください。地元長崎松本光大選手です。いやね、もう光大選手はね、もうメーカー品は分かってるんですけど、怪我からどうですか、体調戻っていって。そうですね、少しずつ戻ってきてはいるんですけど、そう、いや、物足らないよね。そうですね、はい、成績がちょっと上がってこないんで。で、だいぶ上向きはなってる？そうですね、最近、怪我系ちょっと良かったんですけど、まだちょっと落としてきて、あ、はい、勝てなくなってきてますね。いや、まあ大丈夫やろ、まだ若いから二十歳やろ、まあ、ね。でね、足立なんかもね、一緒のレースですよね。そうですね、はい、ちょっとプレッシャーかかりますね。そうですね、足立もね、前から松本選手のこと褒めてますもんね。そうですか、まあ、その期待に応えてね。そうですね、はい、はい、しっかり前で戦いたいと思います。で、ね、もう初日もバック戦ほとんど取ってますけど、やっぱりそこ心がけて。そうですね、はい。師匠の瀬戸選手から何か言われてる？特に何も言われては、はい、ないですね。まあ、普段一緒に練習してるからね。そうですね、はい、はいはい、分かりました。じゃあファンに一言お願いします。はい、3日間精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。